吉田さん、感情ってね、やっぱりすごいエネルギー、爆発的なエネルギーを生むと思うんですよ。で、先日ね、ずっとね、車で田舎道行くと、リンカーンのコンチネンタルっていうのを見たんですよ。これ1970年ぐらいのモデルだと思うんですけども、むちゃくちゃ高級車で、もうオールドカーでね、手に入りにくくて、よくこんな車あるな、みたいな感じなんですよね。まあ、その車のオーナーが、あ、こういうとこにいるんだと思ったんですけども、住まいは、多分2万5000か3万円ぐらいのね、ボロいね、コーポなんですよ。で、そこの駐車場にもうカツカツで止めてるんですよ。敷地カツカツに。よくこれ運転席から出たなと思うんですけどね。まあそんなとこでした。で、おそらくですけども、その方ってのは、そのリンカーンっていう車にね、毎月のお金をぶち込んで住まいをものすごくシンプルにしてると思うんですよ。それを見たときに、ちょっと吉谷さんのこと思い出したんですよね。吉谷さんがさっそうと M4 乗ってるところ見たら、どこの金持ちだろう、すごいなと思うんですけども、部屋までつけていったら家賃4万とかね、5万とかあの辺みたいな、なんだこれみたいななると思うんですよ。でも別に吉谷さんがね、貧乏してるわけじゃなくて、資金を傾ける方向をこうね、変えてるだけであってね、多くの方は衣食住に資金の傾きをそこに置いて、で車っていうのは本当移動手段と割り切ってね、でそこそこ自分の気に入ってるやつを中古車の中から選ぶみたいなことにしてると思うんですよ。だから車イコール自分のステータスっていう切り口じゃなくって、もうなんか移動手段がほぼで、それからちょっとなんかね、自分好みだったらいいなみたいな選択肢だと思うんですよ。わざわざもう金とか関係なくって、まずは自分の気に入った車、その後で支払い方法とかみたいな感じじゃなくてね、まずは支払えるかどうかからスタートしてるんではなかろうかと思うんですよね。で、感情のことなんですけども、やっぱ人間で喜怒哀楽って当然ありますよね。人間感情の生き物ですから、それこそ感情論で言うなって言ったらね、じゃあ感情論がなかったら人間何なんだって話になります。で、悔しいなと思うから、ね、頑張る。例えばね、お父さん、お母さんが学歴がなくってね、会社であまりいい立場に立てないし、高学歴の人に劣等感を持ってね、やっぱり頭下げないといけない時もあるみたいな。で、そういう時に、その悔しさがわかるから、俺は頑張って挽回してやるぜ、今に父ちゃん母ちゃん楽させてやるからなと、今に鼻高だかな息子を持って幸せだと思わせてやるからなみたいな感じで、その感情でね、やっていくと思うんですよ。おそらく男の子だったら小さい頃に、いつかお母さんを楽させてあげるんだって気持ちあると思うんですよ。いつかお父さんにこんなことしてあげたいっていう風な気持ちあると思うんですよ。それをですね、やっぱり30代40代になって、よしできるぞっていう風に跳ね返す力ね。いや、私に今ね、ずっとですよ、ずっとこの5年6年7年からもうね、こっちの一戸建てに住むようになって、両親にね、小遣いをずっとあげてるんですよ。で、先月ね、さすがに言われましたよ。もう大丈夫って、こんなに毎月毎月もらっちゃって、そんなになくていいんだよとか言われたんですよね、うん、やっぱちょっとそこでね、ちょっとした嬉しさっていうか喜びがありましたね。いや、全然大丈夫だよと。もしこのお金が払えないような状況になったら、その前に俺いっぱい持ってる車が1台ずつなくなっていくからっていう話したら、まあそうだよねって言ったんですよね。で、今回もね、税金26万ぐらい、総額でかけたんですけども、車の税金ね。その後タイヤの交換機能してったんですよ。これが15万ですよね。で、昨年はトランザムのタイヤの交換したんですよ。で、車検代100万以上でしょ、まあ、こんな感じでなんか常にね、もう金がね、10万単位100万単位でバカバカ出ていくんですよね。そうなってくると毎月の食費ってのは節約しても数千とか数万なんですよね。もちろん大事にはしてます。捨てるものがないようにしてますけどもね、うん、だからそれでね、これ感情から来てるんですよね。いいとこ見せてやりたいみたいな。自分の豊かさってのは親を安心させてあげるっていう副産物も生むし、それから一定の説得力も生むと思うんですよ、うん、だからこれをね、分かりやすい形で、例えば一戸建てを一発で買ったみたいな、分かりやすいですよね。で、翌年に、車を買って、で、外壁塗装したみたいな。あ、外壁塗装って言えばね、外壁塗装って大体200万から300万かけてやるんですけども、一昨日なんですけども、外壁塗装のね、会社の人が、飛び込み営業で来て、こんにちは、と、家のメンテナンスで回ってるんですけども、外壁塗装の方そろそろいかがですかって言うんですよ。これ去年したよ、みたいな感じでね。そうやってね、見る目のない営業マンが来てもしょうがないところに来るんですよね。その方は恥ずかしいだけじゃなくて、行ってもしょうがないところが見分けられないんですよね。だから営業マンとしてはこれ三流だなと思いました。まあでもいろんな経験を踏む上で、どの家は何年目の吹き付けなのかなとかね、どの家はあと何年後に来たら話聞いてもらえそうかなっていうのが分かると思うんですよ。
例えば今回は私の家に訪問営業に来ましたけども、その外壁塗装をね完了した家っていうのは大体こうやって訪問営業で仕事を受けてるんですよ。ということは数年後に来た時に話を聞いてもらって、そうだな、あれから何年か経つからもう一回やってもらおうかなみたいな感じで、あのリピートする可能性があるんですよ。そのリピートを常に同じ会社でやるっていうよりも、たまたま来てくれた会社で頼むことが多いんですよね。なぜなら A 社と B 社で比較して今後のことになるからなんですよ。外壁塗装っていうのはね、やっぱりこう理想的には10年に1回とか15年に1回とか、やった方がいいですからね。はい、という形でね、感情がどう動くかっていう問題なんですけども、やっぱりね、悔しいなとか嬉しいなとかね、悲しいなとか思った時に、そのエネルギーを自分の心に秘めてしまうんではなくて、それをね、成長発展のエネルギーに生かす、ひいては周りの人をさらにね幸せにするために使っていくことができるんじゃないかなと思うんですよね。今回は感情という、テーマでお届けしました。いってらっしゃい。